ビソツク周辺を示すフィンランドの古い地図。マリー・ビソツキー島は上端にある。マリー・ビソツキー島は、ロシア北西部にあり、フィンランドが咀嚼していた島である。ビボルグの南西1 2トルのビボルグ湾内、ビソツクのすぐそばに位置する。1918年から1940年までの間は、ラバンサリと呼ばれる、フィンランド用で、林業に従事する。 フィンランド人が1000人ほど居住していた。第二次世界大戦中の1940年に周辺地域と共にソビート連邦に併合されてカレロフィンソビエト社会主義共和国の一部となった。1941年にフィンランド軍が奪回しフィンランドに併合された。1944年6月に赤軍に占領されて再びソビート連邦の一部となり、 モリービソッ記に解明された。1963年にサイマー・運河とと共にフィンランドが50年間咀嚼する条約が結ばれた。この咀嚼条約に加えてフィンランドからもロシアからも分離していることからアマチュア無線ではこの島を独立したエンティティとして扱っていた。さらに20世紀直前にアレクサンドル・ポポフが初めて無線通信実験を 行ったのがこの付近であることから、デラックスペディション愛好者にとって魅力的な地となっていた。このようなペディションはすべてフィンランドとロシアのグループが行っていて、初めて運用が行われたのは1988年である。2010年にフィンランドとロシアの間で調印された新たなサイマー運河の咀嚼条約にはこの島は含まれておらず、 再び、ロシア政府が管理することになった。条約は2012年2月17日に発行した。また同日をもって、アマチュア無線の DXCC エンティティリストから、削除され削除済みエンティティリストに掲載された。2013年、咀嚼期限を迎えた。マレッチビサツキヨアイランドアディット2、DXCC デリーテッドエンティティーズリスト。ありがとうございます。